この向こうが村だよ。うん、で一番奥に墓地があるの。ここ相当やばいでしょ。やばいかね。うん。ここに慰霊碑あるしね。廃墟の村なんでそこら辺にあるのに、なぜか鷹の巣だけは慰霊碑があるっていうね。よっぽどやばいんだろうね。長靴高いってやばいよね。ん？長靴？まだ早いでしょ。中の植物はもう完全に腐って元が何か分からなくなってるよ。もう入り口からしてやばそうですか。やばいですね。じゃあこの先に突入しますか。車でどうって取って、うん、ほどける、うん、ほどける、うん、あ、でも取った後ある。いや、もう俺が毎月のように来てるからね。ちょっと、お、手袋してやる気満々だね。やる気満々だね。やる気満々。じゃあ撤去作業お願いします。撤去作業。これ切った方が早くないですか。え、切っちゃう。まずいでしょ。切るのはやばい。切った方が絶対早いですよ。いや、これそう簡単切れるもんじゃないと思うよ。うん、ここじゃね、柴田の、うん、そこを放ってば全部いける。この看板の木が完全に腐って何が書いてあるのかわからないですね。うん、あ、なんか壊れてる。これここにあったんじゃない。うん、前ここについてたんだけどね。うん、なんか年々ボロボロになっていくな。最近この先で動けなくなって、ジャフ呼ぶ人がね、何人もいるらしいよ。どうすんの今日。え、呼ぶことになったら。あ、大丈夫。ジャフ呼べるの。えジャフ呼ぶの。え、大丈夫。普通に帰れるから。本当か。自分の車じゃないのに。本当か、そうですか。だから人の車で来たんじゃないか。最悪、最悪ですね。最悪だよ。いや、何かを得るためには何かを一斉にせねばならん。ちょっと。エルさんに勝つためには。そうそう。多少の犠牲はやむを得ん。と、まあ、最低なお兄様でございます。最悪ですね。はい。はい、最悪なんですよ。最悪ですね。はい、ほんと最悪です。ちょっと。何でしょうか。ちょっと。え、意味わかんない。いや、あの、兄として、あの、妹の成長や発育を、あの、記録に残して YouTube に載せて、やだ。再生回数を稼ごうという。やだ。やだって言われた。しかし、なんか、結び方がなんか、きつくなってるね。うん、入ってほしくないんで。うん。これしばらくジャフじゃねえ、何回も呼ばれて、俺が YouTube の載せてからすっかり有名になったもんだから。ジャフも大変だよな。変なところ行かされた。いや、最近ジャフの車も動けなくなって、うん、ジャフの車どんな車。ランドクルーザーとかでっかいやつ。あ、トラックで入っていけないからね。うん、ランドジャフの車も動かなくなったら、うん、もう波の車では何したって無駄だから、うん、ブルドーザーを呼んで撤去作業を行うことになる。やば。で、崖下に転落などもうブルドーザーでも手に負えないとなると、ヘリを呼ぶことになる。すごい。じゃあヘリを呼ぶことにしますか、今日は。いや、長岡花火だし。ちょっとヘリ呼んで、そしたら、空から花火見れるよ。間に合わないでしょ。ちょっと四尺玉直撃するかもしれないよ。ヘリ呼んだら乗れないでしょ。え？みんな乗れなくて置いてかれる。
でっかいの呼んでもらうか。無理でしょ。ヘリ呼んだら別料金じゃない。なんかここから厳しいな。ん？厳しいな。ちょっと待ってな。めちゃ苦戦してるね。でもそれ取ったらもうここでもここだよ。そうなんですよ。でも結び目ってそこしかないもんね。てかなんかロープが増えてるな、前より。霊が来るなって言ってんだよ。これ幽霊で始まったの。うん、明日かに人間でしょ。大丈夫か。疲れてる。切るか。え？切るか。いやこれそう簡単に切れるもんじゃないよ、このロープは。え？そんな簡単に切れるもんじゃない。てかそれ器物損壊。あ、器物。それとも ここ？こっちし、いや、ここをほどいてもあんま意味ねえか。ここにも結び目があるけど。看板を抜いて。抜けない。いや、何回も抜こうとしてるけど抜けねえんだ、これ。もう来ないと思ってた。うん、甘い。いやもう普通来ないと思うでしょ。え、絶対来ると思うけど。いや前回の教訓をもとに奥までは行かず中間地点まで来るまで。え、帰れなくなる。なんで？いや前回動けなくなったから。しかも連日晴れの状況で行ったけどダメだった。なんか年々路面状況が悪化してるっけね。てかクソやべえ。これが高松村ですよ。新潟三大心霊スポットの周りはもう建物ばっかり。左に神社ね、あれね、で、あこに潰れた車があるっていう。よし、行こう。で、なんかやばい感じする？なんかありそうだね。これは倉庫。中に何が入ってるのか結構謎だよね、この黒い倉庫。なんか燃やした跡があるね。遺体かな。見てこの車。やばいでしょ。うん。いや、普通の状態でどんどん劣化してこうなった。ハンドルが上についてるからひっくり返ってないよ。どのハンドル？え、奥。あ、見える？わかんない。どれがハンドルだっけ。あー、で、ハンドル、うん、ゴムだけはなんかほとんど向けてたけどね、うん、で、これが神社一応。こんな黒いの。黒いチョウチョウ。あ、さっきもいた。何この黒い蝶々。
なんか俺たちをなんか別の世界に連れてっていきそうな。追っかけてじゃあ。神社の中、開けてみますか。どうぞ。どうぞ。でここはやっぱ妹が。なんで？女にやらせる。なんで？蛇の抜け殻あるよ。本当だ。お金が貯まるっていいよね。財布に入れといて。いやだよ。失こう。まあみんなついてるから。何もいないよね。どうぞ。え妹を前に。もう妹もいいでしょ。やば。蔵だね。これ元神社なんだよ。うん、何もないよ、神社。いや昔はいろいろあったんだけど、最近撤去されてこれしかないんさ。まあ、前はでっかい仏壇みたいなのもあったんだけどさ、うん、今これ何が入ってるのかな、開けてみてね、虫が出てくる。上が落ちる。あーなんか金とか線香を置く台とか、あとこれも何もないかな。え、これは何、壺？壺じゃない。燃やしたやつじゃないですか。ああ、かもしんない、うん。これってさ、なんか、食べの時に使うやつ？ああ、多分。これを転がして、この、十字になるところに稲を植えるっていう。うん、なんか、ボロい段ボールがあるね。北海道クリーミーソフトバニー。アイスがあったらみんなで食べるか。でやだよ。開けてみて。やだよ。え？中身アイスは。アイス入ってない。アイス入ってない。え、開けてもらえよ妹。まあ開けても爆発はしないでしょ。え？どういうこと？え？あれアイスの中にカスタードケーキ。ありえないでしょ。いつの賞味期限、今年の10月27日だから食べられるね。やだよ。食べてもらう。やだよ。美味しそうだよ。美味しくないよ。中身を。え？お金入ってるじゃん。いや、てか、ねえ、これはこれやばいでしょ。何それ？え？いくら？いくら入ってる？ちょっと明るいとこ持って。ちょっと持って。持って。これは。え？ねえだよね。お、え、だって、千円札じゃない。ゼロが4つ。一万円札じゃん、これ。警察届けなきゃ。え？てかこれ、え？カスタードケーキじゃなかったんだね。え、いくら？これ10万、20万、30万、40万、50万、60万、70万、80万、90万、100万。え、まだ残ってるぞ。110万、120万、130万、140万、150万、160万、170万、180万、190万、200万。210、20、30、40。なんでこれだけ瓶243万。やべえ、これで食っていけるじゃん。一生遊んで暮らせる。
一生は無理でしょ。いや、俺が先に見つけたんだからね。いや、見つけても一生は無理でしょ。え？やべえ。え、これでもなんでこんな子に入ってんの？知らないよ。知らない。なんか事件に関するお金かな。そうだね。クリームチーズじゃなかったんですね、でもね。え？うん。ヤクザが関わってると思う。なんかなんかの取引に使われてるとか、このハイ神社が。山口組の。いや、何やばい、何 YouTube 撮影中にやべえ単語使ってんだよ。やべえワード。やべえワード。え、警察持ってった方がいいかな。そうだね。でもそれよりもうちらが見つかったらやばいと思うよ。うん。あ、わかった。ここ神社だから、きっと、あの、神様に対する、の募金？うん、なんて言うんだっけ。はい。奉納とか、お賽銭みたいな。あ、これお賽銭箱だ。いや、俺もう持って帰ったに猫ママする気全然ないっけ。これはここに戻しておきましょう。いや、俺全然取ってないっけね。もう本当に封印さあ撮影終了。いや、俺絶対取ってないもん。はい、一切撮ってません。はい、撮影終了でーす。カット。オッケー。オッケー。うん。いやー、すごい、お賽銭だったね。箱といい。やっぱ箱が立派だから、中身も立派みたいな。できるクリームチーズかと思ったよ。うん、俺はアイスクリームかと思ったよ。だから箱も二重だしね。シャレたお賽銭箱だな。しかもこれ廃村の廃神社だしね。うん、てかこれ帰れるか。登れ登れ登れ。でもさ、これ草がさ、明らかに踏み固めてあるんだよね。ちょっとタイヤの跡が全然被ってないもん。俺らが通ったタイヤの跡って今はっきりわかるけどさ、その横左の草が踏み固めたの俺らじゃないかね。冗談ですよ。勢いつけてローディアで思いっきり一気に。やばい、早く逃げなきゃ。これもうちょっと下からここまで聞こえたわけだから大丈夫だ。勢いをつけてハンドルまっすぐにして一気に落ち着け。あと右側ぶつけるな。もうちょっと下から一気に。左崖バックの方がいいんじゃねえか。ちょっとおい、左崖だぞ。もうちょっと車右に寄せて。お、やばいやばい。ちょっと待って、一旦今ちょっと竹踏んでて、すぐは落ちないけど結構ギリギリの状況だわ。バックできん。バックできない。できない。前も行けない。前輪が木の棒が絡まってるし、後ろは今にも落ちそうだし、ま
後ろに行くべきだけどね。これ以上左に行くと落ちるけど進まないんだよ。バックの方がいや前は前輪が木の棒絡まってるっけ。前は無理だ。後ろ行った方がいい。後ろから バックするぞ。でも前から押してみて。また前やってみるね。すまん、ちょっと妹も降りてくれ。そっち降りたら危ないよ。落ちるなよ。反対側降りるか。ハンドルまっすぐだよ妹。起きるだろう。これね、うん、もう動かすな。これ動かさないの。うん、俺バック上はいいから。動いてたお前真っ逆さまだぞ。バカだぞ。
ドル、ジャンプするんだ、落ちるに決まってるんですよ。ハンドルまっすぐにして、まっすぐ後ろに下がればいいんだよ。じゃない、ゴミ捨てない。虫が立ってる。うわ、窓開けてるから虫がいっぱい入ってる。え？車の中も油だらけ。撤収。ジャフマシ1時間経過。びっくりよね、火ついてるってびっくりするよね。うん。うわ、火ついてるよって。ね、妹何してるの？お掃除。お掃除？
あ、電話来た。サイドギア外れた、外れたっか。サイドギア外れてる。サイド外れてる。うん、オッケーオッケー。大丈夫、上がったぞ。はい。でもハンドルちょっとこっち切って。オッケーオッケーオッケー。人が乗ってないっすか。ここにいればいいか。はい。頼む。お、大丈夫。大丈夫。マネージャー。大丈夫ですよ。はい。わ、いや、はい、乗ってもいいですか。はい。ブレーキ離して。はい。はい。ハンドル右。オッケー。いや、上がってますね。だいぶ動いてます。はい、まあ通り道だけどそんな変わんないけどね。でも手の方が回りきてる。うん。え？どうせゴミだ。え？どうせゴミだ。こうやって真ん中を通って勢いをつけて。ロックス大丈夫だったの？大丈夫。急いでますよ、あっちも。まあ、マッツァもなかったらこんな感じで。うわ、まだ2匹いる。うん。よし、出た出た。ほう、締めよう。エアコンつけよう。うん。
もう全部出たかな。まだ閉めるよ。あ、全部閉めました、後ろは。うん。まあ、いいよ、いい。後ろ押さえて。ちっちゃい虫見るけど。はい、わかりました。まだ入ってた。まず押さえて、はい、電波があるとこまで降りましょう。誰かハンドは、誰かハンドは、あ、シュート出る。こういう時、小田対向車に注意だ。疲れてる時まだいた。うん、さっき入ってきた。
半目に。言っとく。ああ、言った。5倍。さすが妹。